ゃん、筋トレ嫌いの。いやいや、もう終わっちゃってる。全く筋トレしたことない男が筋トレ始めたよ。それ何キロ、10キロぐらい。だから55の10。あ、そうか、55の10ちょいじゃない、12ぐらい。いや、だからもう終わっちゃってるって。やんないよ、これは。俺これ、こそれ、こそ筋、こそ筋だもん。何がこそ筋、こぶ筋だ、こぶ筋。いや、久々にやったら本当終わっちゃった。筋肉痛もう、だからあれだろ、ゴルフラウンドのしばらく予定ないからだろ。そう、ちょっと乳酸が筋トレしてんだろ。全然上がんないっす、これ。乳酸やってみる。もう自分、いや、俺全然普通にできるよ。俺、だって毎日腕立てやってんだ。そう、これでしょ、これでしょ。いや、違う、俺がやってんのか。ここにこうやってやって、肘をここにつけて、うん、そっから上げるの。ってこと。そう、それも結構きついですよ、それ。きつい。反動つけちゃってるね。5回。ああ、ほら、弱ってるの。いや、タバコ吸いながら筋トレしてる人いねっつって。うわ、今ね、でもまあ、ここまだ。いや、だから。胸筋できちゃった。いやいや。明日多分筋肉痛でもう腕上がんないよ、明日。いや、筋肉痛はない。ここはね、しょっちゅう腕立てやってるから、こうやって閉じて、こうやって開いたりして。見たいね、腕立て。もう今の重すぎて。こっちに乳酸溜まっちゃう。これやったから。いや、それ俺得意なんですよ。え？これは得意。だって手首しかあのパワー伝えるとこないもんな。お前のそのさ、腕の細さ見てこい。この腕の細さ。わかんない、これじゃわかんない。わかんない。わかんない、これじゃわかんない。全然。僕の方が手前だから太く見える。得意なんですよね。これを生かさなきゃいけない。カーンってここに閉まっとく。そんなとこに左腕来てないから。そんなとこ来てないから。ここにこう来てる。こう。だからそのグリップの形のイメージが違うから、親指そんなフックグリップだから。そう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 。やらしいわ。じゃあ懸垂。逆転。あ、いいですよ。全くすいません、無茶ぶりして。これ明日は多分もう体動かない。明日来ねえぞ。ベッドから起き上がれねえぞ。ベッドからもう。もう今の息。動いてないから肩甲骨。動いてる。動いてる。あ、それで動いてるの？動いてる。宮下さんにしてはでしょ、これでやっぱりローリーマキル出してもね。そうやって打てたらね、これできるわけない。今釣りそうなんだもん、ここは。あのね、もうね、そのイメージがあって、ここ釣りそうだ。すごいイメージでしょ。これ通りにしたら俺はもういつってもそれ通り、それ通りに動いたら宮下さんのプレーンからするとドダフリするから。いや、これができたら多分こんなところに入ってこないよ。ね、ただ単にこうやってやってカーッてやって飛ばしてるだけだ。これがここに入ったらね、クワーッてきて。だからイメージだけは強烈だからね。でも右のかかとがギリギリまで上がらなくて、最後の最後にここでガーンってこける。だからさ、つぶそう。もう一応一つだけ言いますよ、うん、イメージだけは日本一かも。じゃあこそ筋、こそ筋はこの辺にしておきましょうか。そのクラブで捕まるんだけどさ、いいだ。もう一回お願いします。子供の喧嘩。いや、あのバトルね、ドライバーが一番難しいんじゃないかって、はい、俺はロフトが立ってる分ね、はい、っていう話で、だからサンドウェッジになればなるほどコントロール効くんじゃないかっていう話でバトルで、そのバトルで、まあ、小暮ともう本当子供の喧嘩みたいになっちゃった。、うん、でもちょっと今金子さんに聞いたら、金子さんはそうじゃなくて、もうじゃあ検証したらどうだっていう、はい、ね、そう話なわけじゃないですか。それは同じ条件だったら、それはサンドウェッジの方が絶対確率、あの、うん、正確に飛ばせるからさ。
だサンドウェッジで例えばじゃあプロが一番最低ったら例えば2メーター、はい、あ2メーター、はいはい、以内、はい、でじゃあドライバーだったら目標から左右15ヤードか、はい、うん、そうですね、計30ヤード、30ヤード、15ヤード、はい、はい、2人で30発ぐらいずつ打ってどっちが優しいか検証です、ね、そうした方がいいってことですね。そう、自分がやっぱドライバーフェアウェイキープじゃん、うん、でサンドはやっぱりね、うん、あの、まあ、2メーター、3メーターか、はい、3メーターつける確率をやればいいんだよ、検証してね、明日だから500発ずつやればいいんだよ朝から晩まで、やっぱりほらあの検証って あ、はい、あの数が多ければ多いほど信頼性が高いから、ね、2発もだから500球ずつだよOK? 体も持たないからまだそういうね、その検証もありだね。だからじゃあ検証、はい、だからまあ同じ人間がやってもあれだから、え、何それ、何それ、だから俺ドライバーが、だからその言ってたね、うん、ドライバーが一番自信あるから、はいはいはい、俺がドライバーをだからあのまあ30球でいいよ。いや違うよ、はい、500球ドライバー打って500球サンドだね二人ともその500球じゃなくてもよくないですか。多ければ多いほど信頼性高いんだよそれ10球20球じゃさまたうまくいっちゃったと思うし、だから500球500球1000球あ、1日かけて僕がドライバー打ってでサンドウェッジで、もちろん同じ人がだってやんないと、うん、違う人がやったら意味ないで、小倉小倉で同じくドライバーで、でとサンドウェッジ、そう、そこで分かるじゃんいうことですね。でそれをもう毎日のようにやるんだ、毎日それでまたさらにあの信頼度高くなるということで、じゃあちょっと時間作ってね、検証動画ね、まあ、検証動画、まあ、50球ずつは打たないとな、うん、そうですね、50球50球ずつ、うん、で2人でじゃあ検証動画ですね、了解しました。もうあのこれから検証動画やりましょうよ、いろ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 ね、もう、そうだよ、もう子供の喧嘩してるもんさ、だってあれ答えないんだもん大体、うん、2人のさYouTube 見たけど大体俺30秒で消すもうちょっと見てくださいもうちょっとさ、だから本当にさ、本当主婦の井戸端会議が面白いわ分かりました。じゃあちょっと検証動画をね、検証動画、うん、りょうちゃん呼んでるよ、すごいな、そっかでも、うん、もう口笛にはめて、そうですね、わかりました、金子さんが言う通りちょっと検証します、検証行きましょう、そうか、そうなんださあ小暮は例えばサンドウェッジよりドライバーの方がいいんだな、はい、得意なんだなとかさ、わかりますもんね、うん、了解しました、ありがとうございます。